水曜日の夜10時から配信しております。最新ガチャガチャということで、はい、カンナちゃん、はい、こちらにもお付き合いください、ね、お願いします。2018年の6、7、8月あたりに出た最新ガチャガチャということで、今回はこちらです。あら、何ですかこれは。これ海洋堂のガチャガチャなんです。海洋堂知ってます？初めて聞きました。ほら、カンナちゃんはね、はい、ぜひちょっと見てもらいたい。ちょっとでもチラッと見えたんですけど、はい、怪しい予感がします。これはえ、佐藤邦男の動物たち、うん、連れ丸々丸見えますか？連れ丸々丸何だと思います？え、でも可愛い動物だから何でしょう。連れご飯とかですかね。あ、なるほどね。やっぱり、はい、今ね、はい、便器を組み立てて便器ですか？便器です、はい。え、それってどういうことですか？もうなんだかまさと分じゃないよ、あなたも目の前にいて、言っちゃった言っちゃったし、やっちゃった、ね、しかもこれ2つ入ってるんですね。一応これ僕ちっちゃく買ったんですけど、はい、そうですね、あの要は動物の絵ですか、はい、こちらですね。動物の一緒にトイレ行くっていう風にやってた。はい、はい、かわいい。これちょっとイノシシかな。クリボートね、上にね、これ元気なんだね。他にも何あります？ゴリラがあったり。ゴリラちょっとハンナっぽいですね。全然です。スレション行きますか？ゴリラとかブレッシュないですね。豚や白熊、うん、全5種類だそうですよ。種類ね、はい。これ本当ゴリラですかね？じゃないですよね。ゴリラすごい。すごくないですか？これあの佐藤邦男さんね、はい、のその絵を題材にフィギュアをする。へ、男にとってはセレションというかね、まあ要は、はい、小便をしながら夢を語る。夢のあるガチガチだったんですね。最新ガチガチね。今回は、ね、海洋堂から出ています。連れ丸々。連れション。全部ブルコンプしてる。